SS-11 は、ノール・アビアシオンが製造した、有線マクローズの対戦車ミサイルである。フランス陸軍には1956年から配備され、1980年代の生産終了までにおよそ18万発が製造された。アメリカ軍の形式番号は、AGM-22、SS-10 の後継機として1953年に開発が始められた。 開発コードはノール -5210。このミサイルは SS-10 の大型化及び車両、艦船、ヘリコプターから射撃可能という要求仕様に基づいて開発された。フランス陸軍に採用されると SS-11 の形式が与えられた。B 型は電子部品の一部をソリッドステートのものに改良したミサイルである。アメリカは1958年に SSMA-23 ダートの開発が中止されると SS-11 の評価試験をはじめ1961年に導入が決定した。このミサイルは u h 1 b ー位、e、に搭載され運用された。初めて戦場に投入されたのはベトナム戦争の最中の1966年である。1979年には退役し後継機として BGM-71 等が配備された。イギリス空軍では、フォークランド紛争にて少なくとも4発が発射され、アルゼンチンの砲兵隊を攻撃している。手動による誘導のため、ミサイルの性能は悪く、射撃には訓練が必要とされる。フランス海軍では、SS-114 連装発射機を搭載した、高速戦闘艇、ラ・コンバタントを建造したが、 動揺する感情からの手動誘導は無理があり、後にエグゾセの試験管となっている。弾頭の交換が可能である。発射時に1.2秒間発射薬が燃焼し、その後20秒間推進薬が燃焼することで飛行する。誘導は噴射ガスの角度を変えて行われる。飛行中に回転することから、ミサイルと地面の位置関係を検出するジャイロスコープが搭載される。 この構造は QM14 魔竜とか対戦車ミサイルと似ている。ありがとうございます。